パイロットを撃ったのはやっぱりゾンビになったからかい貴重なパイロットだったけどね墜落しても平気だったのは落ちた場所が沼地だからかワニだらけじゃないか嫌になっちゃう皆さんはワニと戦う勇気ある俺はないよゾンビと戦って鍛えられた けどね、ワニは怖いや。警察もない、規則もない。住む家はあるけれど、沼地の木の上にしかない。ひどい村だ。俺はここの住人にはなりたくないな。家があればいいってもんじゃないでしょ。皆さん知ってる俺は清潔な場所が好きなんだ。そりゃ、いただけないな。それはちょっとね。 皆さんご存知のように、俺は沼が苦手だ。俺もそう思うよ。茨の道だ。そんなこと言ったらダメでしょう。うわかるけど、それは言わない約束だ。家を探そうか。家の中でいいものを拾えるさ、きっとね。急いで移動したようだね。何か見つかった皆さんご存知のように、 俺はゴミの山が苦手だ。見て見て、ゾンビは船を動かせないらしい。早く陸から離れたいもんだ。こっち西に呼ぼうじゃないか。あのボート呼んでみよう。あのボートをただ呼べばいい。村で会えるさ、きっとね。準備できたら水上へ出発だ。誰かボタンを押してくれよ。 誰が呼ぶんだい俺が呼ぼう。弾薬弾薬っと。さあさ、乗るよ。陸とはおさらばさ。水の上でくつろげそうだね。ここまでスローペースとは思わなかった。お、おなかなか遅いね。いつになったら乗れるんだいもう、急いでほしいよ。 重たい荷物でも積んでるのかなやっと乗れる。皆さん、乗って乗って。乗るよ。さーて、出発だ。ささ、行こう。ゾンビもここまでは追ってこないね。行こうじゃないか。皆さん、船に乗って。早く、乗って乗って。沼の情報を披露しよう。 ワニや虫がいるんだ。そして一番多いのはゾンビさ。ゾンビを撃つ。チームメイトは撃たない。単純なことさ。ここでは気をつけなきゃいけないものが多くある。一番はゾンビさ。どういう事情があっても、ゾンビがいてもいなくても、俺の気持ちは同じだ。ここから出たい。変な人には会いたくないね。ゾンビとかさ。 ここでも別の場所でもゾンビに追いかけられて困っちゃうよ。ワニってさ、肉食だよね。<laughs> 俺はワニよりも犬が好きだよ。オスの芝犬が特にね、大事なペットなんだ。難しい話と怖い話はお断りだ。ああ、もう、さっきより不安になってきた。ワニもゾンビも怖いよ。 服が汚れることもねえ。服が汚れないように進もうか。もう、ジミー・ギブス・ジュニアの T シャツを着て、ヤマトと遊んでた頃に戻りたいよ。衛生的な生活は大切だよね。俺は綺麗好きなんだ。分かってもらえるかい今度、俺のお気に入りの T シャツを見せるよ。ライダーズのライブで買ったんだ。 俺は T シャツにうるさくてね。今度見せるよ。泥パックでもするかい今なら使い放題だ。汚れないよう歩けばいいさ。泥の中に隠れたらゾンビも追ってこないかな。いつも通りでいいのさ。壊れそうだね。気をつけて。どっちに進む泥の中以外にしてくれよ。左それとも右 危ない戻って階段だあの上に戻るよあの上に戻ろうか泥に落ちないでね泥に落ちないようにしよう足場を確認しながら歩こうあのさ、俺、臭くないもう、何さこれこのデッキ、危ないね右に行くよっと この方向でいいみたいだね。移動しようよ。板はこっちだね。右の道がいい。もちろんさ、ワニには気をつける。ありがとうさん。ワニにもゾンビにも気をつけよっと。ライトじゃないかライトがある避難所に行こう